武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは。武田塾おそらみず本高校社長清水です。武田塾教務の高田です。皆さんこの動画へのグッドボタンと武田塾チャンネルへのチャンネル登録よろしくお願いします。今回なんですけども、前回清水先生と自分で高校の先生たちの進路指導について、主に僕ですけど、異議を唱えるみたいな動画を上げさせてもらいました、そしたら結構コメント欄が盛り上がりまして、うちの高校はこうだよとか、そんな先生ばっかじゃないとかね、僕の担任の先生はめっちゃいい先生とかね、これいろんなコメントが来たんで、ちょっとそれを一つずつ拾いながら、どんな、その学校の先生たちの進路指導に僕らがねどう対応していくべきなのか、受験生の子たちがどう対応していくべきなのかみたいなところを最終的にねお話できたらいいかなと、質問返しの回を、お送りしたいなと思います。ターキーさん、うちの高校は地方だけど幸いにも行きたいところに行けのスタンスです。ですがそのおかげで浪人生が多く4年生高校と揶揄されてますこれね高校によって結構浪人率とかって違ったりするんですよ、進学校で当然浪人率が高いわけですけども、浪人率の低い進学校もあれば、学年の半分ぐらい浪人しますみたいな高校もあるらしくて、最近調べたデータと高松高校とかは、あの香川県の一番の高校なんですけど、半分浪人するらしいです。なるほど。納得した浪人やったらいいと思いますけどね、僕は、無理やりなんかこう、行きたくない大学に行くよりも、親御さんがいいんであれば浪人して行きたい大学に行くべきかなっていうスタンスなんで、とりあえずこれはいいと思います。自称進学校やけど成績上位者について学年の先生総出でどこ行かせたいかみたいな会議があるらしいんだけど、マジキモい。ちょうどなんかボーダーみたいな子がいたら、この子ここチャレンジさせた方がいいんじゃないのとか、確実に受かってもらうためにここにした方がいいんじゃないのみたいなところをこう先生たちで話し合ってるみたいなのは、ある高校も結構多いんじゃないかなとは思います。先生たちの、陰謀じゃないですけどなんかそういう思惑で子供たちの人生を左右されたくないなっていうのが、もともとこの動画を撮ったきっかけなので、自分の行きたいところにしっかり受けていくと、先生のアドバイスでいいアドバイスと、そうじゃない生徒のためじゃないアドバイスっていうのが事実、こんだけねコメント来てるんであると思うんですよ。だからそれを判断みんなしてほしいなっていう、その意味合いでね、届けば嬉しいなと思います。地元の大学を勧めてくるならまだマシな方、北見工業大学や琉球大学などを押し付けられ、とんでもないところへ流刑させられた友人が何もいますんで、いい大学だと思いますけどね、琉球大学だってね、本来のね、やりたいこととか行きたいこととかね、例えば就職したい場所とかを無視してね、とにかく国公立だからここ行けみたいなね、進路指導は間違ってるんじゃないかなって思います。そうですね、結構僕的には国公立自体はすごい推してる方ではあるので、自分がそれで納得するかどうかっていうところかなと。これ裏があって、高校の先生の思惑としては、僕のあくまで想像ですよ、国公立何人合格っていうのは結構大事な数字だったりするんですよ、高校ごとに。そうですね、うちは国公立200人受かってますと、でもその200人の内訳って、上はね東大京大から下はいろんな大学があるわけじゃないですか、でも同じ1名じゃないですか、地方の大学に、受かりやすい大学に受からせて国公立の合格者をトータルで増やしたいっていう高校の思惑は分かんないですけど、もしかしたらあるかもしれないですね、自分の後悔ない選択を自分自身の判断でしてほしいなっていう感じです。いろんなケースがあって勉強になると思いますね、皆さんに。バチコリ K さん、高3の夏前になって唐突にうちの高校は指定校推薦枠公開しませんって理由もなく言われた時は鳥肌だったね。多分国公立行かせたいからだがどういうことですか？これちょっと分かりやすく話すと、私立の高校でなんか特進コースとかね、進学コースとか、なんか普通のコースみたいな、こう3つぐらいコースがあった時に、学校の思惑としてはもう一番下のコースの子たちは指定校推薦で受からせて、上の優秀な子たちは一般受験で受かってほしいみたいな話って聞いたことありません？ありますね。ありますよね。はい、で多分その分かんないですよ、分かんないですけど、上のコースの子でこのコースは推薦とかないからみたいなニュアンスなんじゃないかなって僕は思うんですよね。でそれっていやいやみたいな、同じ高校で同じその高校に枠与えられてるんだからいやいやそれ平等にそこはしてよっていうのが多分生徒の気持ち、逆にね上のコースで頑張ってきたんだから推薦ちょうだいよっていう生徒の気持ちもめちゃめちゃ分かるじゃないですか、生徒からすると理不尽だよなって思ったりとか、自分が合格するための最善のコースを歩んでほしい、自分で道を切りたい
えてほしいなと思います、はいはい、というわけで、まだまだ、ねはい、コメントたくさん来てるんですけど、うん、いい先生だってコメントも結構多かったですね、はい、僕の他人の先生はもう自分の行きたいところを尊重してくれるすごくいい先生です、うん、コメントも多かったです、はい、でそういう先生をしっかり見極めてください。でそういう先生の言うことは信じてもいいと思います、うん、そうじゃないよって意見も結構来ましたねうちの高校はなんか合格実績のことばっか考えてるみたいな、生徒のこと考えてくれてないみたいなコメントもありました。なんで、先生の言うことが 100% 正しいってわけじゃないよってことをこの動画を通して理解してもらえたらなと思います。で最終的には自分の納得いく受験校選び、進路選びを、皆さんにしてもらいたいな、そう思って撮ってます。学校の先生を貶めたいわけじゃないです。皆さんの自分の進路のために自分で考えて判断しようねということをこの動画を通して学んでほしいなと思います。今回は以上です。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。